タレントのセリナ、28、が、ソチ五輪の男子フィギュア代表、羽生結弦、19、に、ラブコールを送ったことが引き金となり、ネット上で彼女への大バッシングが、起きている。セリナは14日、自身の写真集の PR イベントに、出席。記者からバレンタインデーの、予定を問われると、雪も降ってるし、まっすぐ家に帰って、女の子の友達と過ごします。食べてくれる人がいれば、と苦笑い。本命、がいないことをアピールした。また、ソチ五輪の注目選手について、聞かれると、前日のショートプログラムで、1位となった羽生を挙げ、すごく可愛い、王子様みたいだと思ってました。今日みたいな、雪の、日は、スケートを教えてもらいたい、などと、発言。これに、ネット上では、相変わらずのあざとさ、羽生選手を売名に、使うな、その芸風、飽きた、といった批判コメントが、相次いでいる。しかし、お気に入りの選手の名前を、出したくらいで、なぜ彼女はここまで叩かれてしまうのだろうか？セリナは、計算高いキャラが定着しすぎて、今や何を言っても、あざとい、と、言われてしまう。また、本人も話題の人や、人気芸人の名前を出せば、注目されることをわかっていますから、取材の度に、本心か嘘かわからないようなリップサービスを、自然に繰り返してきた。以前は、そんなあざとさも面白がられていましたが、最近はすっかり飽きられている。ネット上での嫌われっぷりを、見る限り、そろそろこのキャラも潮時かもしれません。芸能記者、リップサービスの蓄積が、ここに来て自分の首を絞める事態となっているセリナ。テレビ出演も減り、以前のような勢いは感じられない彼女だが、本人に秘策は、あるのだろうか？タレントのセリナ、28、が、ソチ五輪の男子フィギュア代表、羽生結弦、19、に、ラブコールを送ったことが引き金となり、ネット上で彼女への大バッシングが、起きている。セリナは14日、自身の写真集の PR イベントに、出席。記者からバレンタインデーの、予定を問われると、雪も降ってるし、まっすぐ家に帰って、女の子の友達と過ごします。食べてくれる人がいる。